これ高橋さんが作ってくれました。全然違和感ないですね。間違った部品が集まってきたノーズなんですよ。窓がいいですよ。さらに燃えただけ。あああわわ気持ちいい。ああすげえ。俺はまさしく来ました、最上級。やった、火入れ。火入れします。いきます。はい、出た。顔が全然寝てます。寝ますか。どれも大号泣してましたよ、昨日。俺もずっと気になってたんですよ。高さんに失礼なことして。失礼なこと。あの、ええねえねえ、あれ、いや、僕もずっと突っかかってて、目荒れてる、女の子みたいになってますよ。泣いていっぱい寝て。デトックス。バレルロウリュいきますよ。お願いします。うわお。あー来ますね。あ、来ますね。あ、来た。気持ちいいっすね、やっぱり。朝サウナやろ。いいっすね。うん、仕事行く前ですか、高橋さん行くの。いや、お仕事終わってからやな、俺は。あ、収録中に汗止まらんようだもん。もう絶対ですか、毎日一サウナ一回は行ってるな。家かどっか行ってんの、うん、今、まあ、言ったらさ、もう昼やけど、はい、昨日飲み過ぎたせいで、はい、寝起きなわけや。ほんで、ね、2回朝ね、はい、上のサウナ入ったんですよ、はい、今状態の津田、はい、むちゃくちゃブスやな。むくみにむくんで。でも、なんていうの、これがだから結局奥さんとか可愛いってなんだやろ。ちょっと可愛いっす。一般的に言ったら、だからなんていうの、あれ、大阪万博のキャラクター知ってる、はい、ああ、なんか変な脈々、はいはいはい、変やん、あれ。変ですね。え、けど可愛いやん。はいはい。で、お前、ミャクミャクみたいな。やめてくださいよ。コンセプトが。やめてくださいよ。サンリオのキャラクターは思ってますよ、自分では。パーツパーツで見ていって、一回。パーツいったら。もうちょっと、もういいっすわ。え？これや、もう窓ぶっ壊しますわ、これ。いや、パーツパーツで言うたら、もうマジで、劣化品しかないやん。眉毛。高橋さん、どないしたんですか、今日。いや、目。長谷さん、なんか今日な変な食べた口元全部がもうおかしなことだってんねんけど、これが集まってギュッてした時に一個キャラクターに確かになってんねん。高橋さんが、俺ね、高橋さんが絶世の美男やったらいいっすよ。めちゃくちゃ変な顔してますよ。これあんまり言われてないと思うんですけど、高橋さんむっちゃくちゃ変な顔してます。ほっそ長いお米ですやん。形に言うたら、てかじゃん、乳首そんな下ちゃいましたやん。えらい下がってもうて。下がったかな。もうちょっとご覧になりましたよ。この6センチ下がってます。乳首。嫌なこと言うなよ。お互い様でしょ、それ。いやいや、俺だから最終的に褒めてるよ。何ですか、最終的に褒めてるやん。いや、だから草して草してんのかなと思ったら、最終的に津田さんへの愛がすごかったっていうコメントが溢れるようなコメントしてる。どこなんですかね。勘違いされるから、ローリーの。ローリーのことを。これいいっすね、この温度でやってるの、ずっと。ずっと入ってるんだ。だから、なんていうの、もうキャラクター、まだ言うてたよ。一回終わったと思ったらまだ言うてましたわ。え、だからいいんやって言うてやん。いつ褒めてますか。褒めてるやん、めちゃくちゃ。キャラクターになった人の方が強いって言うてやん。なるほど。出川さんでもそうやん、はいはいはい、そういう意味では、そのだから津田はもうめちゃくちゃキャラクターやん。あ、思いますか。津田はだからなんていうの、その一個一個がもうクーリングオフされる、間違った部品が集まってきたモンスターなんですよ。眉毛工場の中で一番の粗悪品。
目工場の中で一番間違ってできた目、花ファクトリーの中で一番あかん鼻、口工場がもう後悔してる部品、それが全部集まったものが津田やん。おかんに謝ってくださいよ。いや、おかんもやん。おかんのことも言い出すか。おかんもだっけ、ドビン虫みたいな腰やん。そんなシュッてなってます。ここ開けたら入ってます、おかんの中に美味しい刃元か、結んだ三つ葉とか入ってますか、おかんの。津田はそう、だから羨ましいの。いや、それは美男が言ってください。羨ましい、僕の顔羨ましい。もうほんまに窓狩りですよ。変な顔がっていう。だからすごい遠くの上の方から言ってるんですけど、実は横に行ってまして、怖い話ですよこれ。ずっと上から喋ってるので、隣でしたみたいな。ただこれだけ言わせて、津田の隣やけど、おかんが俺美人や。津田のおかんドビームシみたいな顔してる。おーええわ。高橋さんのお母さん美人見たことないもん。あれですか、なんか前警察20時で万引きですかって言ったお母さん。息子に言わんといて、息子に言わんといて。高橋さん入れたよ、行こう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 って言って、誰が店の外でお前声かけられるやつや。だから津田はもうめちゃくちゃ愛されてる。だからもうつけたら何でもいいと思ってたんですよ。ゴイゴイスーって、しかもキラーワードあって、キャラクターにもなってて、だから顔も刺して愛されるわけや。せーのに、お前は昨日コンビニで、それは高橋さんそれは高橋さんを守るためです。あれはコンビニで、あのグループごめんね、俺はほんまに写真撮りたかって、あのグループ聞いてる、見てくれてるよね、ごめんね、むちゃむちゃ撮りる高橋さん見て、あの時の高橋さん見て、いや写真撮ってもらっていいですか。俺言われて外で待って、俺言われて聞いてる、みんな振り絞って、今度撮りに行くわ、そこまで勇気振り絞って、サークルやね、撮りに行くわ、合宿がサークルの子が勇気振り絞って外で待って写真撮っていいですかって、ああごめん無理です、そんなで、ごめんびっくりした、びっくりしたと、そんなあれはごめんな、ごめん、ちょっとごめん、高橋さんがその優馬、高橋さん写真、高橋さんですよ。なんかもう、高橋さん、チャールズこ、なんもう、間違えられてますわ。チャールズ皇太子、間違えられて、チャールズ皇太子、呼ばれてました、高橋さんは。チャールズ皇太子、今、大変な事件の日本来てるってなって、まあ、奈良で器焼いて、そこにチャールズって書きはったって言われてないの。ええやろ、ロウリュウ。じゃん、落差すごいっすよ。だんだん汗出てきた。あー、もうだいぶ気持ちよくなった。これで2発いったわ。おー、来た。わー、来てますね、めちゃくちゃ来てます。ほうじ茶の香りどうですか。最高、落ち着くね、いい、おー、いい匂いですね、これめちゃくちゃいい、香ばしい。これでもマジで津田ファンからしたらさ、うん、津田っていつもこう、髪を上げてるイメージあるやん、はい、なんていうのかな、はい、それが今、下ろしてるから、なんかかっこいいっすか、そのオフショット的な感じなのよ。あ、マジか。うん、あーあー、来た、オフショット的な。いじり始めてますね。一緒になってさっきから気づいたんですよ、えらい目を、眉毛を一緒になっていじり始めてますやん。これで、だからバラード歌ってほしい、マジで。なんかある鈴木まさみ。さよなら。あ、いい。を繰り返し、君は大人になる。ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて。さよならを言えただけ。君は大人だったね。これマジで、ほんまにこのディナーショーマジで10万取れんで。どんなディナーショーなんですか、一緒にサウナ入ってバラード歌うって。準備も大変です。募集も大変です。高橋さんはやっぱ乳首の位置下がってるかな。え、ちょっと厳しいんすか。高橋さんもともと低めでしたけど、だいぶさ、もうちょっとここら辺にありました、高橋さん。ここになった、そこにも、だいぶさ、年々下がってきてます。だからもうあと20年くらいしたここです。ここそこにあります。乳首、そう、乳首になる。筋トレしてないでしょ、高橋さん。あ、お前ちょっと前やってたよ。今もやってんの。軽くやってます、軽く。全然抜けもいいでしょ。やってる感じですね。この大会でようかな、思ってます。日が見えるといいですね、また。
上とはやっぱ違いますか。いや、なんか温まり方の質が違うっていう。違うな。あ、この木の香りがちょっと開けた瞬間の、おお、木に、こちら料理どうでさせてもらっていいですか。どうぞ。うわ、めっちゃいい。つだってちっちゃいって誰見てたの。ダウンタウンさんもいましたし、あの志村さんとかトンネルさんとか、トンネルさん好きでしたね。へえ。皆さんのおかげで出るのが夢やったんですけど。へえ。でもノリさんにはもう会えたんで。ノリタケさんとプライベートで会ってる。いやいや、あのラジオで呼んでもらって。スターすぎました。朝やんな。朝の生放送やな。6時からですね。その足で所さんとか来られて、そのままラジオ終わり。所さんには別にもともと言ってないやん。今から言いますねみたいなのがあります。言ったら所さん行って、その流れでバイクもらって。所ジョージにバイクもらってんの。そうなんですよ。ゆうすけが、はい、家具めっちゃいい家具、はい、で僕はなんかその時はなんかナスビをもらったりとかしてたんですけど、最後になんか所さん、そう、ナスビ、相方はバイク、俺はナスビみたいな。あ、まあ、ノリでノリだったんですけど、はい、なんかその後日行った時はもうジャケット父さんのところ出して、めちゃくちゃかっこいいスタジャン、これ新品ですもん。それに引き換え高橋さん人の顔いじったり、あら、しんちゃんのことっていうか、あ、なんかしていた、はい、昨日せっかく和解したのに。あれ、ちょっと残念です。あれ、せっかく俺昨日あれちょっと猫をつっかえたものが取れたと思ってます。また俺マジ悔しいっす。ほぼ多くてすごい感情だった。やっぱりスターはちゃうなで。いや、かっこいいっす。でもまあ高橋すごいよこれ。シゲオベースじゃないっすかここは。いやでもほんま高橋さんのおかげですよ、ほんま。もう気づきましたね、早いな。ははははゴイゴイスにできた話しました、昨日が寄ってる時。あ、聞いてないかも。全そっちも寄ってたんかい。だからゴイゴイスって言う時に、はい、毎回じゃなくていいけど、はい、ゴイゴイスこれ高橋さんに考えてもらっていいですよって、だからキュッて入らへんかな。入らないですよ。言う必要もないし、それは。そう、スピードバンって増したら入らへん。入らないし。一回やってみて。ごめんごめん、すごい高橋さんが作ってくれたんですよ。あ、いける。いけないです。全然気にならなかったっすね。気になるわ。わけわからん。例えば、じゃあ、だから、出てる番組を想定しようよ、つだが。脱力タイムズとかですか。あ、全力脱力タイムズで、はい、有田さんが、ゴイゴイスを振ってきました。はい、津田さん、これどうですか。すごいっすよね。いや、これはまさしく、ごめんごめん、これ高橋さんが作ってくれました。あ、全然違和感ないですね。ありますよ。違和感でしかないでしょ。イカイデか。イカイデかで行かないですよ、これは。何明治みたいなんですか。どうですか、カマ行きますか。そうそう。ありですね、全然お任せします。行きましょうか。最後、カマで。ほんまだからさ、はい、昨日さ、はい、何やったっけ、今くれたやつ。剣を剣出しますやったやん、頂点が。はい、で、カマさらにいうので、敬意を献上しますと、こういうやつについに伝統して一番下は今のところ伝ですよね。うわ、すごい綺麗、めっちゃ綺麗やん。あ、気持ちいい。あ、すげえ。あ、出る、出る。これはまさしく泣いちゃー。来ました、最上級ネイチャーが。ちょっと自分さん的ですけども。でもめっちゃいいやろこれ。やっぱこの綺麗さなかなかなくない。ナイスね、こりゃ綺麗やわ。ということで、ありがとうございました。今回は楽しかったな。いや、楽しかったです。神回決定じゃないですか。神回になるかどうかはあなた次第です。ナイチー。
また投稿します。